1月3日、西村直樹です。今日は、通販は黄金の命ということですけども、皆さんにとっては、どんな1月3日の日だったでしょうか。私は、3日は作曲をしましたね。銀河の彼方に、遥かなる銀河の彼方にっていう曲を作曲しました。今流れてる曲は、今年発売になりました数波調和シンフォニーという曲ですけども、これが1月2月3月と、12月まであるわけですけど、また2月になったら皆さんの方へお送りしたいと思いますが、とにかく自分の今年は音楽生活を、2月の1日に台湾の武者っていうところで音楽法要します。1月30日から、出発するんですけども、さて、台湾のその武者っていうところは日本人の方が100何十人亡くなられて、そして、原住民の方たちが1000人以上亡くなったそうですね。そんな、ところで音楽法要してきます。まだまだ、今日は1曲作りましたけれども、また明日も、曲を作りたいと思います。まあ、そんな曲をお送りできたらと思います。それではまた明日。